戦の時は上がってきた時に上がってきた時に終わってるって言いましたよね。そしてこれ予定通りなの、両方とも予定通り。5の時は見せて、はい、予定通り、予定通り。自分は曲がる必要はないの、まっすぐで。ここにいると場所、場所ね、場所ここ相手の正面にいると次こういう、あって、こ気がついてんだけど、こういう足とか来るでしょ。だから聞こえる、聞こえるね。後ろ後ろ取った方がいいの、後ろに安定してるの。だからこう手追っかけてこうやらないの、安定しててこうそのままこうに入ったの、安定してるので。後ろだと振り返ってよいしょってやんないと来ないの彼ね。で振り返ってくるときにこの手が来るからやばいから、こうやってやばいって、これ当たっちゃうからね、これってなかったらね。だからやばいからこれ押さえてんの、これ、これ以上来ない、来ないでねっつってんので。後ろの方が安定してんので、あ後ろの方に入ったの、そしたらこう来ちゃって、でそれをこうやって上げてきたの。だから何にもしてないの、何にもコントロールしてないの。表に入ってくるときね、線に入ってくるときはこうやってやったら全然後ろに入るんだよね。それからこうやってきて、そしてボカってやったの、ただそれだけの話で。それは稽古やってるとだんだん分かってくるから、線と5だっていう技は、線と線の技とここがあるっていうのは理解できたら、そう、あとは場所、場所、いい場所取る。自分が場所の取り合いって昔言ったことあるんですけど、場所の取り合いなんですよ割とね。だから自分がいい場所に来る、そうすると傾かないで、手を追っかけないで、手を追っかけないで、手を追っかけないの、こうやって。で場所もらったの、いい場所、それでこうやってこう落としてきたの、下で場所もらったの、ほら場所、場所で場所もらったの、場所、場所、場所もらってるだけで。姿勢は、姿勢はすごい大事、傾いちゃうとできないの。まっすぐにしてると何でもできるの、これ何でもできるの、いろんなとこ行けるので。足、場所、場所大事、場所大事で、まっすぐ、そういうことの練習だからこれね、あの練習で合気道やってるの、実践で合気道やってる人はいないと思うけど、練習だから。でこういうのってのは、こういう練習ってのはあの社会生活と同じ、同じこと言ってんですよ大体ね。大体上がってきた、相手が上がってきたのをコントロールしちゃいけないとか、相手よくかっちゃいけないとか、そういう場所が大事ですよって。相手の立場を考えないで何かやったらやられちゃうんだよね。だから相手の立場考えて逃げ場作っとくとかさ、いろいろ社会でもそうじゃない。だからそういう話で、線でもらった方がいいに決まってんの。線でもらって相手がやろうと思った瞬間にこっちが手打ってればやれないんだからね、彼はね。だからそういうことを練習っていうかな、社会生活の練習の一環としてさ、同じことやってんだから、同じ合気道は同じだから、社会生活と同じ。だから上がってきた時に自分が安定して場所をもらって、そして彼が勝手にやってる、彼をコントロールしない、彼が勝手に打ってんの、ほら。そして自分がいい場所にいて何にもしてないんだけど、彼は勝手に倒れたっていうふうにやりたいわけ。それ社会生活と同じだよね。だから社会生活考えて、じゃあ稽古、いろいろ線とか語とかね、そういうのあるから、そういうの考えてちょっといろいろ自分ができることね、なるべく姿勢、今回は姿勢を正しくやろう、今回は場所をちゃんと取ろう、そういうことを考えて、こういう稽古時間を生かしてほしいんですよね。実際にその実生活だとできないんだけど、こういう稽古場だったらできるからね。まあそういう話、じゃあもう少し、もう少しやってみましょう。はい、どうぞ。ね、みんなね、こういう手やばいってこういうふうにコントロールしようとすると傾いちゃって、だからやってんですよ。だから線とか語の話ねしてるので、
普通こう言ってって気になるじゃない。あ、いや殺されちゃうんだ、やられちゃうんだ、殴られちゃうんだ、この足とかね。だからいつも気がついてて、なるべくその効果がないようにない場所にこういうふうに入ってさよならってしたいわけ、本当はね。でもあるから、あるから、こうなんかこうちょっとコントロールしたい、コントロールしたいの。コントロールを忘れてしまって、自分のアンテナが大事だと思うと、自分のアンテナが大事なんだよねって、こういうふうに逃げれるの。これ戦わないで済むので。ね、あの一挙の練習ってあるから、一挙の練習、一挙の形、一挙の形、一挙の形が上がってきたら終わってんの、終わってんの、終わってんので、終わって、あとはどうでもいいんだけど、この手とかこの足とか気がついてて、あんまり近づいてこうやってやったら、この足がボカって刺されて終わっちゃってなっちゃうのね。だからこうなって、こうやって線で終わったんだけど、終わったんだけど、処理の仕方として生き残って、まだ命があったら、彼はこれ刺す、こういうところから、懐からナイフ出してブシュって刺すんだよね。でやばいんだよね。だから終わったはいいんだけど、終わったはいいんだけど、こういうとこ気がついてるってことが大事なの。だむやみに入ってたらやられちゃうんだから、だからむやみに入っていかないで、この手が効かないように、こういうふうに、こういうふうに、こう重心の方ね、あ、やばいやばいって言いながらでもいいけど、ここで安定してるっていうことね。そしてこういうふうに、どうぞって、こっち行きたいんですかって、そういうふうにやってるって、そういう形ね。で一つ一つの技は、そういうのは学びとしちゃってないんだよね、みんなね。で裏だったら、うわー裏ってこうね、5になっちゃった、5になっちゃった。線だったらこうやって線で入ってこれるよ。でも打って、あー5になっちゃった、あーってなったらやばいって、こういうふうにやってちょっと逃げた、ずっとこうなっちゃった、そういう形ね。あの姿勢とかそういうのはすごく傾くっていうことは、そこにスティックしてるとか、そこにフォーカスしてるとか、そういうことだからね。あのなるべく傾かないように、あなるべくそういうことフォーカスしないで、もうできるようなところに行かなきゃいけないわけ。自分を動かして、他人は動いてくれないんだけど、自分は動けるの。だからやばかった、こういうところだったらやばいの、これ手とか足とかあるから、だからすぐこっち入ってんの。そうすると手が来ない、足来ない、安心、安心なとこでこういうふうに落としてきたの。そういうふうにやってほしいのね。でいろんな技の形があって、今一丁ね、入ったって入って、そしてこう入ってくるんだけど、受け身の人はこれ刺すね、刺してくる、蹴ってくる。でもこのテンションが弱ければ来るよ、でもテンションがかかってれば来ないの。こうやって来てもあんまり効果ない、テンションが上にかかってっから。それでいろんな技の形があるのね。あっちこっちに行こう、こっちこっちでこう上がってきた時にこうやって落としてるので、終わってんだけど、終わってんだけど、このまま行ったら来るの。だからこういうふうに、そうすれば来ないよね、手がね、こっちの手。そして出すと、そういう形ね。で裏は五の技、主に稽古してるのは五の技。あーって来ちゃったんだけど、こういう形ね。千の技でもできます、千の技でもできます、千の技でも、五の技でもできる。でも五の技で表はできないの。この技でうってきちゃって、わー入って入ってないんだから、これわーって待ってんだから、待ってんだよね、これ足とか手とか待ってんのね。だから表は洗脳技しかできないの、表はもうこれで上がったら終わってんの。そしてこういうふうに入ってきてんのね。じゃあそういう一挙の形でやりましょう。あのねみんな手の競い合いになってんの、こうやってこうやって、ここから競い合いなの、関係ないの、ここ関係ない、終わってんだから、こう終わってんだから、手なんか関係ないの、こう回ってきてこうやっ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 てきたら終わってんだよ。だからあんまり手にいっちゃダメ、こうやって
こう手の競争じゃないんだからね、手の競争、ボディの競争、場所の競争なの。だから上がって終わってんだよね、終わったんだよね、終わったらこう来て、自分が入ってきたの、こう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 。全然手なんかやってないの。場所が大事なの。場所ってか、こう終わったら、出てきたの、こうやって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 、それだけなのしかやってないんだよ。みんな手をこう、こうやって、こうやって、ここの競い合いじゃねえんだから。いないんだよ、出てきてんだよ、こういうふうにやって、もうさ、そのなんだよ、その重要視してるとこがちょっと違う。みんな形を追っかけてっから、形を追っかけてっから、形通りやりたいの。形じゃないから、意識を追っかけてほしいの。手に関係なくて、手に関係なくてね、5になっちゃったの。5になっちゃったらこっちに出てきてもいいよ。5になっちゃったの。5になっちゃったらこっち出てきたの。そういう話でしょ。だから手を、ああ、5になっちゃった。手を、こうやってやってないんだから。自分がこっち動きましょうね。そしたら下がりますよって、こういうふうに話なんだから。だからそういうふうに、その辺ちょっと考えてね。形を追っかけないように。形を追っかけてろくなことないから。まあ、合気道上手くないかもしれないけど。まあそういう話、じゃあやりましょう。でもみんなこうやってやってんだけど、これ捨てれないの、捨てれないで、ここに持ってくやりたいの。だから捨てるって意識もすごく大事。捨てる、この手捨てるの、これいらないの、いらないの、捨てもこいらないの、ああ来た、いらないの、いらないの、いらないから捨てちゃうの、こっち捨てちゃうの、捨てちゃうの、いらないの、いらないのね。で、一挙でもそう、一挙でもかかってきて、来てね、これ持ってたら捨てれないの、捨てれないで、こう、ずっと持ってんだ。じゃなくて、捨てちゃうの、捨てちゃうの、こっち、捨てちゃうの、こうやって、捨てちゃう。捨てちゃうと意識から外れちゃうから。いらねえんだから。いると思ってんだよ。いらねえんだよ、いらねえんだよ、いらねえんだよ、この手。そういうふうにやりたいんだよね。で、ちょっといらない練習、捨てる練習やりましょうね。打ってきました、捨てましたって、こう向こうす、ああそうですね、じゃあいいや、こう来てね、転換さっきこうやってやったんですね。で、あちらへどうぞって言ったの、それと同じだから、こう捨てるの、捨てるの、捨てるの、捨てるとこう捨てる、同じ方向捨てるの、いなくなって同じ方向捨てるの、捨てるの、これ大事にしてると、大事にしてるとこうなっちゃう、捨てちゃうんだもん、捨てちゃうんだもん、こうやって向こうへ、向こうへ、いらないから、こっちでもいいよ、こっちでも、こっちいらない、いらないって捨てちゃったの、内側に入るね。それからこっち今入ったよね、こうやっていらないんですよって、それからこっち入ってきてもできる、こうやっていらないってね、今こっち回転、こっち回転、いろいろできるけど、で外側もできる、外側、あいらないマスター、でこの3種類か4種類か分かんないけど、ちょっとやってみよう、捨てる練習、手いらないのね、はい、上がってきたら捨てんのね、捨てるの、持つんじゃない、上がってきたらこうやって持つんじゃなくて、上がってきたら捨てるの、こっち上がってきたら、上がってきたら捨てるの、ほらほら、だ気にしてないの、こんな手結構はっだったら彼の思い通りでやられちゃうんだから、これはどうしてやられちゃうんだよね。で上がった時に捨ててんの、こっちこっち上がった時に、だから上がった時と打たせた時ってあったけど、打たせた時もこんな手気にしてない、気にしてねえんだよ、こうやって捨ててる、そういう風にやってほしいんだよね。上がった時に捨て、こんなとこ気にしてないの、捨ててんのそうでしょうがねえよ上がって、いや上がってきたのね、今度じゃあ捨てるのやめて、こっち捨ててもいいんだけど、捨てるのやめて、自分だけこっち来ちゃったの、自分だけ、自分だけ場所、場所、上がってきた時バーンって来て終わってんのね、これ向こうへやれば終わっちゃうよ、終わっちゃうけど、つながってんの、ここつながってんの、つながってこっち来たので、向こうそれで入れ替わった、ボンで捨てる、そういう感じね。この手のいいところに、いいところに入って、よいしょって、後ろをもらって、安心。そして、
こういう感じと小手返しね、塩投げいい稽古だからね、塩投げってすごい技としてはいい技ね、こうやっていい技、いろんな形できるでしょ。こっち入ってもいいし、こっち来てもいいしね、そういう話で、要はこういう足を自由にするっていう練習だから、で姿勢を正しく、普通はねこうなっちゃうんですよ、回っちゃってここ忘れちゃうから、ほらこれね、足とかね忘れちゃうから、でも忘れないの、こうやって忘れないのとこう、ほらまっすぐなの、まっすぐで、この手あるよね、で四角入ってんだよね、でこっち入ってもいい、自分がこういうふうに入れ替わってきてもいい、それからこうに来たらこっち今入ったこのまま入ってきてもいい、これ足を裏側ね、裏そういう話だから、足も自由にあっち行ったりこっち行ったり、ただ回転するので正中線でこうやって落とすっていうのがすごく難しい、正中線でこうやって上げて正中線で落とす、それがすごく難しい、これ曲がっちゃうから、普通曲がっちゃう、曲がらないように姿勢っていうのはすごい大事だから、まあ少しじゃあやりましょう、どうぞ。